皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の29日、17時7分、1に、出場された、皆さんお疲れ様でした。秋山選手や、武尊選手に関しては、ちょっと残念な結果になってしまいましたけども、まあ、昨日の状況をお伝えしておきます。秋山選手の方はちょっとまあ昨日も睡眠不足だったので、ちょっと記憶ははっきりしてないんですけども、まさか負けてしまったかというようなところだったんですね。でその辺のところでちょっと原因がよくはっきりわからないんですよ。で昨日も武尊選手の試合が終わるまでは遊んでませんでしたし、まあタケル選手の試合に関しては、まあ、私の方の失敗ですね。青木選手の試合が終わってから、まあ、これはタケル選手へのメッセージなんですけども、まあ、年齢見たらまだ、32歳ぐらいでしたっけ。で、まあ、今までその負けたことがないんですかね。だからそれ考えたら、まあ、今辞めるのはまずもったいない、年齢とか考えて。まあ、大体1回2回ぐらい負けていて、それからまあチャンピオンになってる人たちの方が、もともとボクシングの世界とかでも、まあ、そういった人たちの方が大半で、だからこそ無敗でチャンピオンになった人とかがすごく取り上げられたりするのであって、まあ1敗2敗とかそれぐらいのことはあんまり気にしないでいいと思います。先週寿命って言ったらいいんですかね。で、まあ、昨日の試合に関してはしっかり参加できているのは3ラウンドからなんですよ、私の方で。まあ、僕の方の、ホームページ作成しているものをちょっと、見てもらったら分かるかと思うんですけども、まあ、関わっているものが多くて、昨日試合中にさえ笑ってなかったら大丈夫なんですけども、21時から撮影してたんですね。ゴジラマイナスワンの、山崎隆監督やスタッフの皆さんや、まあ、これも、関わってるところ多いんで、そのテレビの報道で、その、僕からの声とか聞こえてきた時に反応された内容っていうのを、まあ、全部が全部メモしてたら、日々、追いつかないっていうことで、覚えているうちに、その、やっぱり、録画しておきたいとかの部分があって、青木選手、と武尊選手の間に外国人選手同士の試合があったじゃないですか。だから、まあ、録画できるなと思って、撮影してたんですよ。で、それで結果的に、試合開始時間21時30分でしたっけ。だから、まあ、私の方で1分ちょっと超過していて、で、パソコンが1回、その省エネモードになった時に、ボタンを押した時に、YouTube とかいろんなものにアクセスしてるときは、まあ、もちろんこのパソコンの能力が3コアで 4GB で SSD という、まあ、比較的安価なものなので、まあ、読み込み速度がそんなに速くないと。で、まあ、ちょっと速報のインターネット記事、試合経過の内容、第1ラウンドはどうとか、何時から試合が開始されましたとか、そういった内容が、もともとタイムラグがあるのに、それが流れてくるのが、まあ、確認するのが、遅れている。で、まあ、正直ちょっと焦りましたね。その時間のところから考えると、まあ、第3ラウンドぐらいから参加してるような形かなと。だから、まあ、どうですかね、3、4、5、まあ、しっかりと試合全体を通して、第1ラウンドか第5ラウンドまで見なかったらわからないんですけども、まあ、1、2ラウンド、まあ、2ラウンド目ぐらいが、ちょっと押されてたんですかね。だから、まあ、3ラウンド途中ぐらいからが、まあ、本来の淡井圭介の頭の中とかいってる状態の、いや、まあ、要するに日本人選手の、本調子と、考えてもらったらいいですね。だから、まあ、海外の人たちがどういうふうな仕組みで稼働されているかわからないんですけども、そのオリンピックとかを見たときにね、例えば、世界レコードとかに関しては、
もう今更他の人の力なしで今まで築いてきた世界レコードを上回れるかって言ったら絶対そうじゃない。でそれは誰かの他者の力も上乗せで借りてる。それはまず間違いないことであって、だからどこの国でもそういった内容は、使用してきていると。だから1、2ラウンドでこう思った振りが結局響いて試合に負けてしまってるので、本当は勝てる試合だったんですよ。あのコーナーポストに、追い詰めて、ボディの連打とか、後半の方がだいぶ押し返してたでしょ。あれが本来の姿だから、まあ、昨日の負けに関してはちょっと私の方の失敗ですんで、その辺のところはね、まあ、ペーパービューチケットバージョンの時のその、まあ弊害って言ったらいいんですかね、そのどうしてもその iPad とか何か画面で見ながら試合取り組めるっていうのは本当は一番理想的であって、まあ予期せぬ事態っていうのはたまに起こりうる。まあこの間の寺地健志郎選手の試合もそうだったんですが、僕は寺地選手に頭の中をおかしてるとかおかしてる状態で、寺地健志郎選手が僕についてる状態なんですね、その霊的なものの方で。でそれが途中で剥がれたんですよ。8ラウンドぐらいかな、それぐらいの時に離れてから、まあ、一応ポイント的には寺地健志郎選手の方がリードをその時点でしていって、でまあ後のラウンドをまあかわしてでポイントをリードしたまま試合を終わらせるっていうようなパターン、打ち合いになってもちょっと相手に押されてしまうと。だからその辺のところでつながってなかったのか、最悪相手選手とつながっていて頭の中の供給を寺地健志郎選手に渡そうとしていても相手選手に行ってしまってたのかもしれない。まあ、その辺のところは分からないですけども、まあ、最終的には寺地健志郎選手の方が、勝ってる。まあ、途中でセコンドの方がよく分かってるというようなワードが頭の中をよぎってセコンドの方が主導するような形で試合を行ってるケースに変わったっていうのが一番濃厚だと思ってます。それ多分ね、その記録してる動画とかで、そのセコンドの人たちの声とかもし、しっかりと分かるんであれば、そういう発言をされてるんですよ。俺たちの方がよく分かってるとか。だから、そこで自分たちの方に今指導権が変わって、自分たちで試合を取り行うしかないっていうことが、まあ、分かったパターンで、まあ、対応されてたんだと思うんですけども。まあまあ、まあ、昨日の1の試合に関して、では、まあ、3ラウンド以降の姿が基本的に本来の自分の姿であると、まあ、思っておいていただいたら結構かと思います。まあ、まあ、私の方の失敗でもありますんで、ここは、申し訳ありませんでしたと、謝罪しておきます。まあ、画面の方で見てたらね、その流れてくる記事だと、例えばこの間の年末のライジンだったら、ずっとね、頭の中を選手にこう供給しようとしたりしていて、で、その時間帯が結局、試合が行われていなかったりだとか、選手入場の合間に、榊原さんの方が、リングに上がって、何か、まあ、次の試合の予定みたいなことを、もう一度、パッキャオと、メイウェザーの試合を行うとか、まあ、そういうような内容が放送されてたと思うんですよね。だから、その間、だから、僕からしたらどうかって言ったら、画面を見てないから状況は分かんない。で、記事が流れてくるにしても、タイムラグはどうしてもある。で、自分の方で頭の中をずっと供給 している。だけども、それは結局空振りだったっていうことで、精神的に、これは時間が長ければ長いほど、なかなか、持ちこたえれなく、なってくると。だからまあ、そういうふうな部分で、その記事の部分は絶対タイムラグがあるんですよね。だからその辺のところで、うまく試合が、行いにくいっていう部分はあるんですよ。どうしても時間のズレがあって。だからそこですね、その間で外国人選手の試合があって、
で、そこで、まあ、撮影の方も早々に切り上げたらよかったんでしょうけども、そこで、撮影の時間が長引いたのが敗因の原因だと思いますね。だから、まあ、私の方の失敗であるって思っといてもらったらいいですよ。そのリング上で、試合終わった後のそのコメントで、被災地の人たちを励ましたかったと、まあそういうふうな、素直な気持ちっていうのは十二分に伝わってきていましたし、まあこのまま終わるのはちょっともったいないなっていうのが、まあ僕の方の感想ですね。で、まあ他の業界もそうですけども、基本的に、やっぱり僕とは人間の方が飛躍的に大きな結果を出している。それプラス、例えば井上尚弥選手、ボクシングの 親父さんだと思うんですけども、まあ、眼鏡かけてる人で、まあ、今はどうか分かりませんけども、もともとリングサイド、試合中にいて、セコンドとして、で、試合中に言ってくれてるんですよ、お金は払うっていうことを。だからその辺のことをはっきりと言ってくれてる人の方が良い結果出てるんですよ。これは常識なところで、そのスポーツの勝ち負け、他の欄とかを詳細読んでもらったら分かると思うんですけども、法律が常に稼働してあると。で、その中でもしお金を払わなかった場合どうなるかって言ったら、みんな不払いの形なんですよ。だ、法的にはこれはありえない。で、その辺のところを、後払いでいいっていうことを言っている。で、その辺のところを、まあ僕は証言してることによってっていう部分はあると思いますよ。那須川天心選手もそういうこと言ってませんでしたでしょうか。まあ、もともと高田延彦さんとかの時の、解説席とかにいた頃ですよ。で、その辺の頃からとかも、まあそういうふうな形式で一応物事を動かしてるのは動かしてるんですよ。だから、その辺のところを、まあどうしても頭の中、よぎってしまうのはよぎってしまうんですけども、まあその辺のところは、まあ後払いでいいというような形で対応してっていうところを、コンピューターに常に頭の中見られていると。で、その辺のところが、まあ、試合の運び方に関して、言葉の組み上げもそうなんですけども、まあ、場数が必要になってくるところであって、まあ、自分の精神的な部分も、こっちのね、精神的な部分とかももちろんあるんですよ。やっぱり、また阪神タイガースもヴィッセル神戸もどこもお金払ってくれてないから。で、これね、ちょっと前に去年、ヴィッセル神戸が優勝した後、ヴィッセル神戸って楽天の三木谷さんじゃないですか。三木谷オーナーっていう形になってるでしょ。で、楽天東北も野球の方の、有馬警察署に茶色い方の服着てる方でマスクしていて、目だけ見たら、これ明らかに三木谷さんでしょっていうような人を見かけて、会社にそれ気づいて、まあ、もう一度有馬警察署行って、三木谷さんですかって聞いてみたんですよ。だけども、いや違いますって言ったんですけど、声聞いたら同じやし ってなって、いや、楽天も正直っていう、その野球の方のね、楽天も、スタジアムの建設費用、確か払ってなかったと思うんですよ。みんなの税金の方。で、まあ、サッカー界ももともとそうなんですけども、払うお金がないから、公務員の人が役員されてたんですかというような、よくわからない状況。だから、その辺の方の世界がどうなってるのかっていうところが、僕の方もよくわからないんですよ、本当に。他の会社の件でもそうなんですけど。まあ、世の中、まあ何が重要かなというところで、まあ今日なんかは、何をしてたかって言ったら、まあ、ホームページは YKS 利益の一番のその1月の29日を見てもらったらわかると思うんですけども、未来からの声掛けで、防災という形で、まあ様々な人間に、言葉を投げかけて、まあその2024年1月1日の能登半島の、地震に関して
て、まあ、国会の方に話をっていう形で、前もって、何ヶ月も前から、まあ、場合によっては1年以上前から、伝えています。で、まあ、多分ほぼ、伝わってるだろうなというような、形だと思います。ただ、コンピューターの、例えば動作の仕方とかね、ショートの動画で、ワードビデオサテライトの、滝田さんっていう眼鏡かけた白髪の、老人の方、まあその人ももともと昔、僕は20歳ぐらいの頃にウルズラパークに僕と話しに来てるんですけども、と、あと大江真理子が出てるショートの動画で、滝田さんの方は最後の方ではっきり答えてるんですよ。聞こえてるって。だけども、それがね、その動画をもう一度再生したら、その聞こえてるの部分がもう完全になくなってるんですよ。すぐに強制的に、多分スーパーコンピューターかな、それとも YouTube を扱ってるコンピューター、そのホストコンピューターっていうか大元のコンピューター、そこの管理で、そういった内容に関してすぐに削除されてる。だからそれは明らかにその瞬間にその現象が起きてるから、人が行ってることではないと。他の動画、そういった削除に関しては、はっきりと、見受けられてはいないところもあるし、その、はっきりとこちらの内容は伝わってるかどうかわからないっていう内容と、ちゃんと返答があったら、あ、これ伝わってるなっていうのはわかるから、まあ、それをもとに、まあ、いろんなところに、未来からの声かけとかを行って、で、まあ、そういうふうなことをしていますね。で、まあ、その辺のところは被災地の人たちに対する思いっていうのは、まあ同じであると。で、まあ、タケル選手のウィキペディアを見たときに、まあ、鳥取県の、まあ、出身で、まあ、昔、秀和株式会社に来たことはあったものなんじゃないかなと思っています。ほぼあったでしょう。2005年から2007年の間、その期間で、北神戸店に来てるでしょう。で、本人からそういうふうに聞いてたかなと思いますね。で、その日の記憶は、そういうウィキペディアとか出身地を見たときに、ちょっとね、記憶が戻ってきたりしています。で、まあ、結局どこの業界もそういう何かしらの縁っていうのがかなり高い効果は発揮されてますね。まあ、ボクシングで言ったら、本当はもともと長谷川穂積も、僕は1997年、8年、ウルツラパーク、まあ、1999年かな、途中まで、ウルツラパークで勤務してる時に、まあ、バーベキューコーナーに働きに来たことがあるはずなんですよ。で、それは何かって言ったら、まあ、この国の上の方の人たちと当時会って、まあ、テレビ局云々と深く関わるようになって、それがいろんな人たちに、いろんな業界に広く伝わるようになった。本当のことを言うと、阪神・淡路大震災の前に、K1 の試合で、勝ち負け、もうすでに何回か行ってたんですよ、僕、高校生の時に。高校2年生の時が17歳の時で、1995年なんですよね。で、阪神・淡路大震災の前に取り組んでたから、何試合かあるんですよ。で、その話の内容とかいろいろ、聞いていて、まあ、シンプルに、まあ、頭の中を貸したりとか、まあ、その辺の頃からちょっとだけそういうことはしたんですよ。で、まあ、その1997年、8年、神戸市立ホテルウルツラパークで勤務するようになって、いろんな業界の連中に知れ渡るようになって、で、勤務先で全然知らない人間が、裏方のところまで入ってきてね、まあ、急に殴られたことがあったんですよ、ボディを。まあ、茶髪の、まあ、ちょっと太った男だったんですけど、なんか俺たちの業界に口を出すなとか、まあ、そういうふうなことで。で、そこから、まあ、長谷川穂積が働きに来た時に、まあ、ボクシングをちょっと教えてもらって、まあ、彼をチャンピオンにするだとか、まあ、そういうふうなところの話
がスタートしたのかな。だからそのあたりからですね、だから1997年8年それ以前までの時に日本のボクシングの世界チャンピオンのその防衛回数、日本人のボクシングの世界チャンピオン一覧表っていうのがあるから、それ見てもらったら分かると思うんですけども、そんなに何回も防衛できてる人ってまずいないんですよ。でその後からですね、だからまあこの話に関しては長谷川穂積なんかはまあ淡井さんが、まあ、暴漢魔に襲われた、まあ、急に殴りかかりに来られたから僕はボクシングを教えてあげたと、ご信用でっていうような形で、まあ、物事を通してりゃ、まあ、分かりやすい話であったと、ああ道理で世界チャンピオンになれたなと、まあ、そういうような話になってくるかと思うんですけども、まあ長谷川穂積の試合に関してはもう途中から、勝ち負けに勝ちに行く方向で、深く関与してますね、私の方は。まあ、長谷川穂積が最後負けた試合に関しては連続防衛、弟とか久しぶりに家に、帰ってきていて、まあその勝ち負けに取り組んでない状態で、その弟はね、その一緒にその長谷川穂積の試合を見ようって言ってたんですよ。なんか僕は家族と過ごす時間の方が大事かなと、まあそういうようなことをテレビ出てる人たちも言ってたから、選択肢として、ね、どっちを選んだ方が正解になるのかなっていう、そのクイズ要素の方で。で、そこでまあ僕の方が判断を、まあ、誤ってしまった部分と思って。まあ、弟は長谷川穂積と同じボクシング事務所に行かせてたんですよ。まあ、自分がそういうような経験してたから、まあ、護身術っていうわけでもないですけども、まあ、一応体鍛えておいた方がいいぞということで、まあ、ボクシングジムを通いながら、まあ、大学行って、でその後野村証券に入ってっていう形だったんですね、弟は。まあ、まあ、話が広がってあれなんですけども、まあ大体合ってる人間が多いっていうことですね、野球に関しても、まあ、何に関しても。もしくは僕からの提案、例えば大谷翔平なんかの二刀流なんかは僕からの提案ですし、うん、まあまあ本人が例えばね、僕みたいに睡眠不足とかになって体を作るのがそのかなりきついと、そういうふうな部分があるんだったら、無理して試合に出たくないんだったら出ないでいいと思います。でまあ、ただ僕としては特にそういう部分はないのであれば、まあ、まだ試合に出た方がいいんじゃないかなとは思いますね、年齢考えた時にね。で結局仕事の絶対数があるんですよ、あの世の中仕事ないから。まあ稼げるうちに稼ぐっていう考え方っていうのが、まあまあ一般的かなっていうところですね。昨日の試合に関しては被災地の件もあったし、それはそれで僕も勝ちたかったし、でただね、ちょっとまあ野球の試合とかもそうなんですけども、試合の途中で悲しみとかがね頭の中よぎったら、ちょっと悲しい気分とかになったら選手に良い影響与えないんですよ、本当に。まあその部分もちょっと伝わってるんだろうなっていうのが動き見たら分かるから、例えばピッチャーだったらストライクが入りづらくなったり、バッターだったら振り方がちょっとダメだなっていう、まあまあ野球なんかバットの芯で捉えなかったらダメだから、ちょっとずれたらまあずれるじゃないですか。だからまあそういう風なところが顕著に現れて分かりやすいんですけど、多分他のか格闘技とかでもそうでしょうし、まあ、他のスポーツでも多分そうだと思うんですよ。だからちょっとしたズレっていうものが、例えば格闘技だったらもしかしたらそのクリーンヒット当たってたものが、ガードの上に行ってしまったらとか、まあそういうふうなことにつながってくる。だからできるだけ悲しいっていうような部分とかは連想しないようにはしてるんですけども、その辺のところがね、難しいんですよ。例えばワールドベースボールクラシック昨年ありましたよね。で、佐々木朗希ってロッテの有名な選手がいると思うんですけども、彼は東日本大震災で、
親父さん亡くしてるんですよ。だからその話を聞いたら、やっぱり僕も人間だからちょっと悲しくなったり、もしかしたら彼のその時の悲しみっていうのをちょっと自分の方が経験してるのかもしれない。だからそういうふうな部分で、ワールドベースボールクラシックで、その辺が影響したのかもしれない。彼が打たれて。で、ベンチ裏に戻って、彼は最初、グローブを床に叩きつけて、で、すごい、悔しがっていた後、号泣してるんですよ。なぜうまくいかないんだろうに、多分結びちゃいついてると思うんですよ。もう今、ちょっと僕の方も、うるってきてるんですけども、多分ね、本当の戦いって、ああいう人前とかで涙を流してからが、本当の真価が問われると思うんですよ。多分僕はそうだと思います。本当に辛い思い、苦しい思い。みんな、今まで代償少なからず、もう少なくとも20歳までにみんなを、それぐらいのことはいっぱい経験すると思うんですよ。悲しい思いとかね。多かれ少なかれ。だけども、どう言ったらいいかな。多くの人が見てる前で、悔し涙を流した後、精神的に、そこもう無理だ、限界だってなる時期っていうのはみんなあると思うんですね。で、そこから、すぐじゃなくてもいいと思うんですよ。何かこう、日々生活している中で、何か物足りなさを感じたりとかして、何か全力を尽くすもの、何かなかったかなと。自分にはもともとこれがあったと。そういうふうなところに気づけた時が、もう一度、チャレンジする機会なんじゃないかなと僕は思っています。なお、僕も人間だから、お金の話何回もして申し訳ないんだけど、僕からしたらね、6000円払って。こんな年だったらもう期間雇用しかないから、仕事、本当に。でも大体生活保護やから。いや、本当に本当に。仕事の絶対数とか、世界国税税とか買ったら載ってるんですけども、正社員の数が2400万人分ぐらいで、非正規雇用の人たちの仕事が一番多い時の表記で3700万人分ぐらい。もうこんなもんなんですよ。だからそこの中に、歩合だとか出来高とかの、人たちも組み込まれているのであって、そんな仕事はもともとなくて、さらに、商法で10年間、会社の書類に関しては保管しておかなきゃならないんですよ。だから、実際それだけの数の人の仕事があるかってないんですよ。それはもう現なんですよ。だから、ずっと仕事の取り合いっていうのはどこの業界でも起きてることであって、普通に街中とか歩いた時に家の件数とね、その働くところどれぐらいの比率かなっていうのを見た時に愕然とします。あ、こんなに仕事ないのって。それが世の中の実態ですから。だからその辺のところは、せっかく自分で築き上げたキャリアと知名度ですからね。まあ、タケル選手に関しては、いろんな意味含めてね。今、燃え尽きるのはもったいないなっていうところと、確か子供はいるって言ってたと思うんですよ。ウィキペディア見た方が確実なのかもしれませんけども。だから、これが、その無敗な人が、負けて、そのまま即引退するのを子供が見てしまった時に、子供がどう受け止めるかなんですよ。一回の敗北に弱い人間になってしまう可能性がある。本当に強い人間、何が強いかっていう、それ、もちろん定義をしっかりと定めなかったら強いっていう定義ね。試合の勝ち負けとかでもないし、稼いだ人間が偉いっていうわけでもない。かといって社会的地位が高い人間が偉いわけでもない。じゃあ強いって何ですかっていう定義を定めたときに、その場そのままのケースで変わってくると思うんですよ。じゃあ、子供の前で見せる父親としての姿って、正直ね、みんな社会出たら、しょっちゅう負けっぱなしになるんですよ。上がいるからどうしても。社会出たら。絶対に。これはもう絶対にそうだから、どこでも。だから一回負けても俺はまだまだチャレンジするよっていう姿勢が多分大事なんじゃないかなっていうのが、
僕からはっきり言えることで、もちろんこれから先のその若い人たちはエネルギーの残存量問題と本当に向き合わなければならないし、でその辺のところに関してまあ世の中がどこまで稼働できるか、まあ36番に関してまた新しくいろいろ追記してるんでね、いろいろ見てもらったら分かるかと思うんですけども、これが今置かれてる状況なのっていうことが分かるんで、だから、諦めてしまったらそこで終わりなんですよね。先進文明滅びで終わり、最後の方は食料の奪い合い、それを行ったところで3日間生き延びながらやれるかどうか、結局冷蔵庫は稼働しなかったら食べ物腐りますから、だからそういうような未来にが将来確実にあるとして、そこに向かってどう解決していけるかと、どう頑張っていけるか、だからそこ解決方法を考えるのって頑張るしかないんですよね。だから最初はみんな多分打ちのめされると思うんですよ。だからどうすれば解決できるかっていうことを、物事が巨大であればあるほど僕も何回も諦めましたし、最初の方はね。だけどもするしかないの方向性で、まあなんとか僕も稼働してるだけであって、ただそこで諦めてる人間の方が圧倒的に多くて、僕からしたらその人たちを見ると、あ、弱いなって思うんですよ。あ、強くないなってこの人たちはって。でもそれで、公務員だから、部長だから、局長だから、国会議員だから、じゃあ偉く見えるかって言ったら、自分と比較して大したことないなっていうのがあっさり言える。あなたたち諦めたんでしょって、考えるのって、解決するって、僕は何年かけてもずっと考えてましたよって。ところどころでもう無理だってなることはあると思う。だけども最善を尽くそうとしてる。だからそういうようなところが、格闘技の試合とかスポーツの勝ち負けで被災地の人たちのために頑張る、だからそういうものに熱く燃えれる何かあるから踏ん張れたりとか頑張れたりとかするものであって、いろいろまあこの辺のところはね、計算いろいろしてしまうと、お金のこととか将来の年金のこととかいろいろ計算してしまうと、楽になりたいんだったらもう全部投げ出してほったらかしたらいいじゃないっていうような考え方に多くの人はどうしてもなってしまうんですね。例えば年金を、2000万円以上かけてなかったら、これがね、受け取るのが60歳からか65歳からなのかわからないんですけども、2000万円以上かけてなかったら1月15万届かないんですよ、年金。じゃあ、いろんな仕事場で社会保険なかなか入れてもらえなくて、厚生年金とか誰回しになってた人って、じゃあ最後どうなるのっていうことを考えたら生活保護なんですよね。で、だからある程度の年齢になった時に、自分がどう生きるかっていうことを社会っていうのは常に問われるような形になっていて、まあ実際仕事場って特に肉体労働なんかはキビキビ早く動けなかったら仕事になんないじゃないですか。早く動けなかったら、正確に動けなかったら高い純利益っていうのは出ない。だからどこでもやっぱり老人になってきて体が弱ってきたらっていう部分はどこの職場でもあることであって、だからその辺のところは、誰しもがいずれは直面する問題であって、だからそれに向かって自分に何があるかとか、自分の、自分の誇れるものでもいいでしょうし、まあそれが自分が築き上げてきた実績とかそういうことになってくるのかもしれないし、自分がどう生きたかかもしれないし、だから、子供がいる父親として、まあ、チャレンジする姿っていうのはいいんじゃないかなって思う。で、これは知名度のある人間だけが世間に対してそういうのを、そういう被災地のために僕は頑張ってるんだっていうことを
放置されてるんですね。これが知名度のない人間がいくら言ったところで、誰も、例えば僕の YouTube の、アクセスしている人の、まあ、動画の再生回数とか見てもらったら分かると思うんですけども、大した数字じゃないでしょ。だから、まあ、ごくわずかな人たちに、僕の性分とか生き方が伝わってるだけで、その辺のところは、有名人の人たちの方が、その、高揚しかあるでしょって、それは素直に思いますね。その辺のところは、それでいいんじゃないですか。せっかく有名になったんだし。で、それで、まあ、うまくいったら、まあ、かっこいいだろうし。まあ、そういうところは、自分の子供に誇れる父親としての理想像。まあ、仮に勝てなかっても、ああいうふうにリング上で試合負けた後に、自分はそういう思いで仕事、まあ、試合を取り組んできた、仕事を取り組んできたと。そういうことは、言えただけでも、もう僕は十二分に役割はあると思いますよ。まあ、ただ、本人もそうだと思いますけど、最後の方のラウンドで自分の方が相手選手をコーナーとか追い詰めていってたから、多分、いけるんちゃうかってあったと思うんですよ。で、それの姿が本来の姿であって、その、まあ、まあ、多少技術的なところ、まあ僕の方が素人ですけども、気づいたところといえば、まあ、まあ、色の細かいルールとか、設定変わってたら、ああ、それできないんですよとかあるかもしれませんけども、あのコーナー詰めていった時に、相手選手もかがんでこういうようにガード固めてたじゃないですか。あの時ね、こう固めてる腕と腕のこの間のところに、膝蹴りなぜ行かなかったんだろうはあるんですよ。それルール上禁止でしたっけ？キックとパンチだっけで、膝はなしでしたっけ？その辺のところはちょっと僕もルールよく分かってない部分ではあるんですけども、試合によって、その、まあ、K1 は確か、接近戦で膝使ってましたよね。だから、あの時、縦の、その、膝で上のガードの間入れて OK なんだって、たらそこ行くべきでしょうし、あとはその膝がダメなんだったら縦のアッパー、それはもうあそこまでもう完全に下向いてるから見えてないから、そこは冷静に、これはまあボクシングのまあ大体世界戦に出てくるぐらいの人だったら、ああいう時冷静に攻めれてる時って言ったら縦のアッパー入れれるんですよ。だからそれがちょっともったいないな、っていうのはありましたね。完全にうずくまって前見てないから、多分アッパー簡単にクリーンヒット、アッパーの方もいける。で、体がその下向いてるから、その自分の体重を乗せた縦の上へのアッパーがそのクリーンヒットするから、それは衝撃力はかなりあるでしょうから、その一発、まあ膝もしくはアッパーで、もしかしたらというか、多分ダウンを奪えてる。普通に考えたら衝撃の逃げ場がなくなる体勢だから、なんかそこは、ちょっともったいないかなっていうところですね。まだまだ特別相手の方が強さっていうのは、その3ラウンドの途中からですよ。まあ、動画も今 YouTube で上げられてるもので、場面場面をかいつまんだものだから、全体的なものを見なかったら分かりにくいかもしれませんけども、3ラウンドの途中ぐらいからでしたから、僕の頭の中とか言ってるのは。だからそれ考えたら、相手もそれは、多分使ってるでしょうから、その辺のところで、どちらが優位だったかっていうところを考慮したら、こちらの方に部があったんじゃないかなっていうのが僕の物事の見立てですね。完全に落ちたでしょう。で、多分相手はこう、縮こまってガードに徹した時って、多分、危険さを感じてたと思いますよ。それは、野球界でただ僕は言ってるように、ドキドキ感は危険信号だっていう、それによってピッチャーも投げる球変えた方がいいとか、
ストレート投げようと思ってたとして、それでドキドキするんであれば、変化球に変えてみたらとか、まあそういうふうなことを言っていて、まあそれでバッターボックスの選手もドキドキ感はあるから、お互い間合い外したりだとか、まあそういうふうなところがあるんですけども、そこは言葉の、組み合わせが終わってるか終わってないかで、唐突にピッチャーの方も、例えば阪神タイガースのピッチャーも、言葉の組み上げの途中であればドキドキしてるでしょうし、それが終わった瞬間、同じ球種を投げようと思っていたとしても、途中で、あ、ドキドキ感なくなった、なんとなく大丈夫なような気がするっていう直感的な部分。だからそういうふうなものも、多分格闘技の世界も、神がかり的な力の世界であると思いますから、ああいうふうに完全にガードするような状態になった時って、かなり相手に、まあ、武尊選手に対して、危険さを察知してるはずなんですよ。だから、今、ガードに徹しなかったら危ないっていう、その辺のところはあるっていうことは、こちらの方に分があったっていうことなんですよ。その状態でずっと試合が進みますから。それが、1ラウンドから行えていたら、まあ、十中八九、勝ってただろうなっていう試合ですね。だからまあ、あんまり昨日の負けに関して、気にしなくていいでしょうし、自分としてはできることは全て行った。淡井さんの方の対応はちょっと、パーフェクトではなかったっていう形で受け止めておいてもらったらいいですよ。まあ、それはそれで、その辺のところはね、まあ、1円もお金もらってませんけども、ボクシング界とかにも言ってる、その世界戦とかの防衛戦とかあるでしょ。負けた試合はお金いらないって言ってるのはそういうことなんですよ。僕も人間だから、失敗することはあるから、まあね、ゲーム業界から、映画業界から、漫画業界から、いろんなところに、いろんなことを片っ端からこう、手つけてるような状態ですから、なかなかね、生活保護者なのに、日々しなければならないことが多いっていう状態で、まあ、我が天下とか、我が天下戦国風とか、任天堂スイッチとかもそうですけど、僕の提案で出来上がったものだから、そこはお金払ってもらわなきゃなんないし、ある程度は絶対。で、これね、もうオリンピックのからくり言いますと、例えばね、冬季オリンピックって危険な競技多いじゃないですか。スノーボードとか、スキーも、まあ、パラレルとかもそうですけども、すごくスピードを出すものとかも、ああいうものって、すごく骨折じゃ多いんですよ。出場してる人も多いし、限界ギリギリのスピードを出そうとするでしょう。もう落ちていってるのか、滑っていってるのか、わかんないようなスピードで下っていこうとしますから、で、スノーボードに関しても、ものすごい高さ飛んで回転して着地するでしょう。で、その東京の冬季オリンピックで、一日だけ安全の天の神様へのお祈りを忘れた日があって、その日に外国人の選手が着地失敗して後頭部を打ちつけてるんですよ。で、だからその辺のところで、その天の神様への安全のお祈りをしているとどうかって言ったら、怪我人がほぼほぼ出ていない。で、明らかにそれは影響があるから、他のスポーツでも。だからまあ、格闘技の試合があるときは、今度それするとどうなるかって言ったら、お互いなかなかダウンがまずないっていう現象も起きてるから、そこはね、天の神様へのお祈りはしないような形にしてるんですよ。ボクシングの世界戦とか、まあ、昨日のワンの試合もそうなんですが、その辺は意図的なんですよ。だそれをしてるとしてないとで、まあ、違いがあって、で、オリンピック自体、大会の組織委員会の人とか、もうその辺のこと多分知ってるはずなんですよ。オリンピックの、まあ、トップのバッハさんもね、昔、東京オリンピックの時に、まあ、あれこれ僕からの、まあ、こういうふうな、文言を発表してほしいって言った時に、まあ、新聞の一面近くぐらいをびっしり埋めるぐらいの文章を、載せてもらってたんですけども、まあ、いろんなこと込みで行ってるから、本当は何が言いたいかって言ったら、世界も安全保障してもらってるんだから、時間給くらいつけてあげえなの話をしたとして、法律を突き詰めていくと、どちらがお金を払ってる払ってないの話があって、日本人は、
ちゃんと淡井さんにお金払いました。試合に勝ちやすくなる。これあるかもしれない、本当に。で、普通に考えたら絶対そうじゃないとおかしいんですよ。なぜかっていうと、例えば一般社会に置き換えて、例えばね、賃金の不払いを、社長さんが、雇用者の人たちにしてしまいましたと。これを分かりやすく言うと、外国人労働者の人たちに時間給300円ぐらいのお金しか払ってなかったと。それを日本国内で放送したら、そう、日本のね、まあ、9割以上のまとも側の人たちが、なんだその社長は、むちゃくちゃなことしたんだよと。ちゃんと金払ったやろと。こうなるじゃないですか。で、法律っていうのはそういうものなんですよ。最低賃金法とかあって。絶対払わなきゃなんないんですよ。裁判でもそれはもう絶対勝てるんです。賃金の不払いを抑えた労働者の方たちがね。それがあるから、私見るだけの価値あるんじゃないのっていうのは、それは正直ありますね。で、まあ他の部分でも、例えば、法元にコンピューターが稼働してるんですけども、だから以前、昨年裁判所に提出した内容のもので、まあ訴状自体は全てのものを出したわけじゃないんですけども、それを棄却された時に、どうなったかって言ったら、コンピューターの稼働の仕方が、うがなつみっていうアナウンサーいるでしょ？子供の頃の声でずっと、おーい、おーい、おーいっていう声を、ずーっと延々と電波で聞かせてくるんですよ。まるで僕は遭難者かのように扱って。幻聴とかじゃないから、明らかにコンピューターでそういうような内容を、稼働させてしまってるから、これがね、裁判所の怖いところで、裁判官がどちらが被害者で、どちらが加害者で、どちらに非があるのかどうかっていうところをしっかりと判断してあげなかったら、棄却イコール敗訴じゃないんですよ。裁判を深く知るものであれば、棄却イコール勝訴もあるんですよ。例えば、僕はフルーツフラワーパークを訴えたときに、法廷で裁判官の人とかに、相手からの申し出ね、お金はちゃんと口座に振り込むと言ってますけども、このまま棄却でもいいですかっていうことを言われて、僕は、あ、それでは棄却でいいですよっていうことで、棄却という形で銀行にお金振り込まれたんですよ。っていうのは、そこでそのまま勝訴の判決を取った場合、じゃあ、フルーツラーパークの、その当時の社長だった人とかに敗訴がつく、記録は残るっていうことじゃないですか。だからその辺のところで、そのコンピューターの電波の稼働云々じゃないですよ。それはお金を払ったら、それ決着つくわけだから、そこでまあ電波による変な攻撃っていうのは、お金を払えばね、ないとは思うんですけども、その記録として、はい、その記録がついた場合、例えばその人のことを調べたときに、じゃあ役員として賃金の不払いはどうなのかとか、まあそういうふうなことになってくるじゃないですか。だから、その後、よそで働くところがなくなるだとか。だからまあそういうふうに、先ほどの続きなんですけども、まあちょっと録画の容量が足らなくなったので、撮影し直してます。まあ、法律的なところの、その電波の稼働の仕方とか、まあそういったところが事実としてあるっていうことを、まあ理解しておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあフルーツラパークの賃金の不払いは、それは、その裁判の件は2007年から2008年までの分で、人材派遣会社から言ってた分は、ものすごい量あるから、金額的に結構な金額。まあそういうのは、その裁判できてないんですけども、まあまあ、法律もある程度稼働しながら、物事が動いているっていうところ、ね、良かれ悪かれですよ。だから正しい判断をコンピューターができるかって言ったら、全ての情報を開示しなかったらコンピューターも判断できないし、ルール法律で、証人、要するにまあ、証言とかを承認する、証人が必要になるケースだとか。だからそのために僕は YouTube で世間に開示してるのであって、だからその辺のところでね、その電波でおいおいって出てくる声は、止めた方なんですよ。何でも本当のことを社会に向かって言うこと、裁判所では真実が全て。まあそう書かれてますから、六法全書、最初に開いたところに。それはもちろん当然のことであって。まあ話長くなりそうですから、もうこれぐらいにしておきます。最後に、今日の話のまとめで、相手がこう、こうなんで、こう縮こまってる時、
あそこは膝もしくはアッパー、まあルールによりますけど、もう後から VTR 見たら分かると思うんですけど、もう完全にもう腰がもう回ってる状態だったから、あれはもう絶対見えてないから、もうそれこそ思いっきり全体重、アッパーで行くなら全体重乗せて、足腰のこの反動も縦に持っていく形で回転でいくと同時に、打ち込めば倒れない人なんかいないでしょ、もうあの状態だったら。自分のこうかがんでる自分の体重まで荷重加わって逃げ場なくなるから、まあボクシングとか、まあ K1 とかもそうだと思いますけども、ある程度体を動かしてるから、こう避けようとしてるから力の逃げ場があるからどうにかなってる部分がある。もちろん体の筋肉に力を入れてるとか。だけどもうあの状態であのガードの仕方だったら顎に絶対当たるから、こういう風になってるか、もうここから空きで見てないから、絶対当てれるから、そこ思いっきり打ち抜きに行ったら、多分そこで、ダウンは間違いなく奪えてる。もしかしたらそれでもう相手立てないかった可能性がある。だからそこですね、が1点と、あともう1つは、試合中は笑わない方がいい。これはどのスポーツでも同じ。笑わない方が絶対に。もうこれは結果出てるから。で、野球で例えると、オリックスとの試合で、まあ、例えば交流戦で、解説席もそうなんですけども、ファンとしてね、まあ、ジャニーズの、まあ、関西のグループの人間で、オリックスファンとして、解説席に来てる者がいて、その人間がヘラ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 、楽しそうにしてたら、オリックス、ずっと点取られてるんですよ。だから試合の勝ち負け中に僕は絶対笑わないです。試合してるとき。まずそれはないです。で、例えば選手の方が笑ってしまうとどうなるかって言ったら、那須川天心選手と堀口恭司選手の試合、2019年か17年、それぐらいの頃の試合なんですけども、まあ髪の毛、画面上で見る限り、その時代の堀口恭司選手。で、総合格闘技の選手ですけども、最初の方、試合、那須川天心選手相手に、堀口選手の方が押してるんですよね。で、どの辺で試合おかしくなったかって言ったら、試合中に自分の勝ちを確信してしまったんだと思うんですよ、堀口選手。ニヤ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 し始めて。で、その後何が起きたかって言ったら、那須川天心選手のキックが、下腹部、つまりあの辺のところに物に当たって で、もう僕は人間だから分かりますよ。そこで思いっきり行ったら、その後、試合再開した時に、痛いものは痛いから動きが良くなくなるっていうのは、その物理的にしょうがないから その押され始めていって、その試合結局負けてしまったんですよ。だその辺のところで、もうそれもね、神がかり的な力、運動のところで、本当にもう試合中というよりも、まあ、これ、仕事で行ってるわけでもあるじゃないですか。これは野球でもそうだし、サッカーでもそうだし、仕事中にヘラヘラヘラ笑うなっていう話、みんなよく聞くでしょ。真面目に仕事しなさいっていうところでね。その、格闘技とかで、一番強さを感じるのは、真面目に相手を、倒しに行くと。的確に。正確に。そこですよね。だから試合中に試合が終わってもないのに、まあ笑ったりするっていうのは、やっぱり良くないですね。慢心につながるというか。だから、まあどっしり構えていれば。その昨日の試合も多分試合中に、自分はまだまだやれるよ。戦えるよっていうところを証明するがための笑いだとは思うんですけども、それが多分余計な行動だと思うんですよ。もしそれがなかったとしたら、さっき言ってたそのアッパーは、もし膝は使えるんだったら膝蹴りの場面、あのコーナーに追い詰めた時、それ気づいていたかもしれない、本人が、武尊選手は。だからその辺のところで、これだけは本当に、どこのスポーツでも共通して、もう結果が出てることなんでね。絶対試合中は笑わない方がいい。とにかく真面目に仕事を頑張る。これなんです。以上です。まあ、途中から僕の方が一番と言わんと。
ね、ちゃんと参加しなくて、不利にさせといてって、何を最後に説教に行って、まあ、言われてしまったらおしまいなんですけども、まあ、気づいてるところはね、明確にここは直した方がいいっていうところははっきりしてるんで、その辺のところは、今後プラスに働いてくる部分であることはまず間違いないんで、まあ、その辺のところはメモしてでも、しっかりと、まあ、2点、さっきの部分、押さえといてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、僕も人間だから、例えばね、郵便配達の人とかが急に家に来た時ね、取り込んでられるかって言ったら、やっぱり現実的にそれ無理だから これはあるんですよ、事実。だから昔、まあ、もう話あまり長くなるから、もう、まあ、大体そういうような形で覚えておいてもらったらいいから、そのあんまりその自分が至らなかったとか、まあ、そういうふうには考えてもらわなくていいですよ。まあ、そこで流す涙っていうのは、一つの良い涙、みんなの感動を誘う涙でもあるんですけども、だけども、そこまで自分を責めることはない。で、まあ、それがちょうど良いメッセージになるんじゃないですか。リング上でああいうふうには言ったけども、まだチャレンジしますって。それが被災地の人たちの生活と、しっかりとリンクするんじゃないですか。マッチする。状況と。もうダメだと自分も思った。だけども、まだどっかで頑張りたい部分もある。まあそういうふうな気持ちになってからでいいと思いますよ。もし今、慣れないんだったとしたら、まあ何かあるんでしょうし。まあでも、淡井さんの言ってることを聞いてたら、本当は自分が出てたんだって、その淡井さんがちゃんと取り組んでいたらと、あとリング上で笑わなかったら、まあ、圧勝、まあ、最終的な形は圧勝してるような形に見えるような形で終わってるような気がしますよ。最初のローキックの差し合いとかで、多分、第1ラウンドから取り組んでいたら、負けてないと思いますね。多分、落ちると思いますよ。で、まあ、試合途中で相手選手はもう、こういうふうに、身を縮こまらせていてたような状況が、もっと早いラウンドで作れていて、で、そのままの流れで試合がずっと進んでいく。相手がすることがなくなってきたら、まあ、もうダウン奪えるなっていう感覚。まあ、試合中にまあ選手も分かってくるような、まあ、状況。で、試合が、昨日の試合は本当は終わっていた。と思いますよ。僕の見立てではね。まあ、僕としてもちょっと、まあ、もったいない試合になってしまったなっていうのは、まあ、残念なところです。以上です。ネタメルクセンキツネ。いや、本当にこれ。いや、NHK 料金って1年間12ヶ月分払いで1万4000円を下回るんです。1万3000いくらの支払い、一括払いだと。1円6000円高いって これは本当にありますね。まあ、その辺のところ、まあ、主催されてるのがワンの方でしょうから、まあ、それによって料金設定が決まってきた部分もあるのかもしれませんし、シンガポール円安っていうところで、まあ、本来はどれぐらいのお値段かわからないんですけども、まあ、6000円高い これが、まあ、一般人としての、意見です。以上です。ただ、もう試合終わってからね、6000円払ってでも、勝ち負け取り込んだ方が良かったかなっていうのは、まあ、僕の率直な感想ですね。まあ、リング上で泣いてる武尊選手を見たときに、まあ、6000円払ってでも勝ちに行った方が良かったんじゃないかとか、やっぱりまあ、そういうような気持ちに僕も人間だからありますね。ただ、僕の生ついっていう。本当に。いや、これね、もうね、まあ、もうこれぐらいにしときます。あんまり長くなっても、最初の再生時間見たときに みんな見る気なくしちゃうから。というわけで、皆さん、以上です。昨日の試合、お疲れ様でした。まあ、人間のすることですからね。まあ、ちょっとやそっとの失敗っていうものは人生でつきものだっていうことを最初から思っていれば、まあ、その後も、しっかりと対応していけるでしょうし、あとは、まあ、チャンネル登録だとか、着信通知の設定だとか、あと、身の回りの方に、僕の動画、
まあ、いろいろ見といた方がいいよっていうところ、まあ、万博の件とかも社会勉強とかになると思いますよ。まあ、自民党の人たちが何人か摘発され始めたのも、まあ、もともと河川水門開始ダム発電、加古川編の2を見てもらったら分かると思うんですけど、最後の方にね、高速道路を作ってるところの工事現場に出くわして、まあ、いろんなところで万博理由で高速道路を作ろうとしていて、それで税金、ものすごい金額使われているんですよ。多分何千億超えてるんですよね。高速道路だけで多分超いってるでしょうね。で、それでも、その動画、最後の方のところで、その現場に遭遇して、もう僕めちゃくちゃ怒って言ってるんですけども、法曹界、つまり法律業界、もう全員動いてくれと。告訴やと。100人ぐらい告訴してくれと。それめちゃくちゃ怒って言ってますから。まあ、その辺のところでね、急にいろいろ東京地検とか動き出してっていう形で、まあ、議員が辞職するような形で、まあ、経歴調べてもらったらね、例えばこの間の谷川さんっていう人は、まあ、長崎県出身で、元の建設業界の人なんですよ。で、長崎県も IR、カジノとかを開業しようとしてたんですよ。で、そこは待ったをかけて、で、まあ今、もう万博丸ごと、今僕は潰そうとしていて、本当にエネルギーの残存量問題的にも、もうあんまり大したもん昔から出してないの、万博なんか。で、そんなにお客さん来ないから。アージ・ハナークとかでも僕働きに行ったから知ってるの、お客さん来てるのか来てないのか。無理やから。そんなに大したもん出してもないし、もともとそんなに大したもんあるんだったら、テレビで CM とか出したらお客さん書いてくるから、そんなにすごいんだったら。で、あとテレビでも取り上げられるから、それでみんな知る方。一つのところとかで開催しても、テレビとかで放送しなかったら無理だから。そんなに遠方から地球の裏側からとかそんなに来る人まずいないから、休み的にも時間かかるから、飛行機乗り継いだりとかしながら、もう最初から無理だから、もうカジノ構想もで、まあ今最近やっと高市早苗さんっていう人が、まあ、あの人ももともと僕と会ってる方ですが話していてね、で、まあ、総理に進言するような形で、万博を中止もしくは、延期するべきだっていうことを言ってくれて、まあ、今そういうふうな話が広く、いろいろ上がってきてるっていうところですね。塩谷議員っていう人は僕からの心の声で、万博という条約をなくさなければならないっていう、まあ、国際条約なんですけどね、まあ、それによって無駄にエネルギー消費されますから、まあ、そのことに関して、塩さんはなくすっていうことは、明言してくれてます。まあ、形的には政治資金規正法の雑用という形で、まあ、身を引くというような形ですけども、まあ、残ったメンバーでその方向で、頑張ってくれるんじゃないかと。だからね、最終的には政治と金の話になってくるんですよ。その建設業界にその仕事をばらまいて結局票を集めてるじゃないかっていうことを僕はストレートに言ってるんですよ。もうその辺のところでね、だから、まあ、建設業界の人間とか100人ぐらいもう告訴せなあかんっていうことをね、その、もう生活保護者が自分の金使ってここまでしてんのよって、自然再生可能より河川水門開始、ダム発電とか何も手伝わんと何しとんねんっていうことで、世の中そんな甘いわ、告訴言ってくれって言って、めちゃめちゃ怒ってるから、本当に。こんなに笑って言ってない、本当に。そこめちゃめちゃ本気で怒ってる。まあ、そんなこんなで、ね、日々、いろんなことに、まあ、首突っ込んでというか、社会全体、変えれるの僕しかいないなっていうのは、これ正直なところでね、大きな組織、自民党とか、その大きな政党に、正面切って、ものなんかみんななかなか言えないんですよ。フェイクニュース、テレビで放送してるでしょ、戦争の。あれ、大体分かりましたよ。どうやらスポーツの勝ち負けのためみたいです。パレスチナとイスラエルなんか戦争なんかもうものすごい前。で、アッパス議長とかが若い頃の映像出てきてますけど、今も87歳。絶対無理だから、そんなに、ね、そんな難しい仕事。で、それによって、だからパレスチナの人たちが被害者みたいな形で放送されているでしょ。だから、スポーツ国際司法裁判所で何らかの判決があったのか、それともオランダハウの国際司法裁判所で何らかの判決があったのか、国連の意思なのか、何の意思なのか分かんないですけども、そのフェイク、戦争のフェイクニュース。だけども、ある一定の効果は出てるんですよ。パレスチナは初めて今回のサッカーのアジアカップで
グループリーグは初めて突破してるんですよ。でしかも3対0とか、圧勝で。だからそういうふうなところの稼働の仕方とかもあるから、一概的に負けたことイコール自分の全ての責任ではない。自分が努力してなかったからではない。相手の方が努力していたからではないっていうことを、まあまあ、覚えといていただけたらなと思います。まあ僕、のところも、まあ昨日の試合に関しては、まあ十二分にあったんですけども、まあ、その辺のところですね。以上です。まあ、あまり落ち込まないように。まあ、自分が気が向いたら、またリング戻ってきて、まあ、親父さんの背中を子供に見せれたら、まずはまあ、そういうところからと、あと被災地の人たちにっていうようなところがあったら、後から年数経過したときにね、あの時ああいうふうに行動してよかったな、もう一回チャレンジしてよかったなっていう、それが 100% その時勝ってるとは僕は言えないですよ。その日の試合取り組んでみなかったら分かんないですから。だけども、そういう姿勢はやっぱり大事だなっていうのはありますね。もう大体被災地の人たちは一回、大きな震災とかを経験したら、その辺の地域ってもう経済出て回らなくなりますから、みんな借金抱えてるか、もしくは破産法を裁判所でたくさん通して、まあ、一からのスタートに関しても、今更の年齢で家なんか建てられないっていうのが、まあ、ほとんどの人が当てはまる社会の実情ですから、まあ、その辺の方も含めて、まあ、募金活動とかいろんな業界に呼びかけて、まあ、もう今結構な金額が集まってきてますからね、何十億円と全部合わせたら。だから、うん。やっぱり効果のある義援金、支援金というような形になってくるかと思います。以上です。皆さん、昨日の試合ご苦労様でした。まあ、今後、うん、まあ、しっかりと取り組めそうな時は取り組もうとは思っています。で、うん、まあ、僕も人間ですからね。まあ、あれもこれもいろんなことに手つけまくってるから。とりあえずね、今の現状は、正直去年、阪神タイガースを日本一にできたのと、ヴィッセル神戸を日本一にできたのは、優勝させれたのは、大本数の辺のところは、気は楽ですね。だから、法の元に平等で、地方交付税法とかいろいろありますから、もともとスタジアムがみんなの税金がある程度投入されてできてるとかね、そういう部分があるから、優勝回数に関してはみんなが、順繰りで合わせていかなきゃなんないっていうところがあって、で、うん、だから、去年とかだったら、やっぱり阪神タイガースの試合を優先しといて、で、ゲーム差を2位とつけといて、まあ、ボクシングの試合とかに、その日は専念するとか、だかその辺のところは、やっぱりゲーム差つけれたら、メリハリついてくるし、今年に関しては、特別、優勝を、うん、まあ、これ僕は言っていいのかどうか分かんないですけども、特別その優勝しなきゃなんないっていう立場でもないんですよね。その、うん、日本中の多くの人たちが、例えば野球とかサッカーで例えると、各都道府県の人たちが楽しまなきゃなんないっていうことですから、だからそういうような形で神岡的な力とか作用してるから、まあ、横浜 F ・マリノスの件はもうバレてますからね。僕がホームページに記載してた内容の、それ横取りしとくやないか、点数をって。なんか変やな、なんか変やなと思ってたけども、で最初、ヴィッセル神戸が、横浜 F ・マリノスを追いかけてる形かな。それかもしくは2位をなかなか引き離せなくて。もう最後の2試合目ぐらいで、横浜 F ・マリノスがはっきりとバレた方。4対0で勝てる日があったんですけども、その得点、本当は5対0で、ヴィッセル神戸に来とかなきゃなんない得点。だからもう最後の方の試合も、横浜 F ・マリノスもゴールの中にボールが入らない。シュート打ってましたって。あんまり腹立ったから、もう神奈川県のチームばっかりがほとんど J リーグで優勝してたの。ずっと横取り。それ昔の巨人じゃないのっていうことで。そういうところ、ものすごい燃えるところ、こんなヘラヘラヘラ笑ってないか、試合中。かといっても、怒ったら怒ったで、選手の動き荒くなるから、その辺冷静。本当に根性勝負、いろんな部分で。
もう阪神タイガースの試合とかでもう、今日も頑張らなあかん、もう午前中の間から大リーグあんなにたくさん行って、千賀とかも最初めちゃめちゃ打たれてるから。日本の4番を務めた吉田正尚も最初の方に打率2割4とか、もうこれ全部俺の方でなんとかせなあかん、ほんと死にそう頭おかしなりそう、貸しすぎてめっちゃきついから、本当に。でも阪神タイガースの試合始まるもう15分前とか、もう地面もうグターってね、もう力尽きて横たわっていて、こう頭の中でもう今日は今日ぐらい負けてもいいよ、なんとか頭の中でまだよぎらせないようにしてコンピューターの読みを頭の中でそうこう頭の中でその内容がよぎるのをこう頭の中で取ってなんとか試合開始までにテレビつけて全力でとにかく取り組もうっていう、ほんとヴィッセル神戸と阪神タイガースの試合のある日と、それにプラス海外の日本代表のバスケットボールとかバレーボールとかの同じ時間帯にさ、とりあえず阪神タイガースとヴィッセル神戸の同じ時間帯に試合両方勝ちに行こうっていうのは身につけていて、そのまあ大体試合最後の方は時間かかるのは阪神タイガースで、まあ野球の方でね時間が長いのはで、試合が開始されるのも大体18時から試合スタートで、野球の方は早いで、サッカーは大体19時ぐらいだから、最初の方に阪神タイガースリードしといて、あとはヴィッセル神戸の試合があるとき、もう阪神タイガース点入らないんですよ。もうこっちの方にヴィッセル神戸の方に点数いかせて、そこ阪神タイガースの選手みんなで踏ん張り、なんとか点数相手に取られるようにして、とにかくヴィッセル神戸の試合が終わるまで、ヴィッセル神戸の試合もどこで気抜いたらどうなるか分かんないからっていう形、頭おかしくなると思う。本当に根性いるから頭なんかずっと渡しとかない。トイレ行くとしたら、野球の試合時間長いから、チェンジの時とかにトイレとか行ったりするんですけども、そこの切り抜け方とかも編み出して、やっぱ、勤務中のお手洗いは労働基準局の監督官を認めていますっていう内容を心の中で唱えるの。大真面目。そして阪神タイガースと優位になったりとかするから、で一応サッカーの方はハーフタイムの時間帯にお手洗い行くようにしています。だからその時間帯にトイレ行くような感じ。ただハーフタイムの間にアディショナルタイムとかあるから、たまにめちゃくちゃ長い時とかある、まあ、例えば後半が終わった時にたまに8分とかあるから、昔のミスアディショナルなるタイムが、ヴィッセル神戸の方がリードしてるときに、確か、イニエスタが来てくれていたとき、アディショナルタイム20分なん、もう外国人選手が怒って、審判に詰めかけて、もうダーって流れ込んで、こんなもんいかなんでもないやんかしら。もうその内容も裁判になったかどうかも僕もよくわからないんですけども、裁判したら絶対審判が負けになって世界に公開されるのか、もうないってさ、アディショナルタイム20分、こっちもいくらでももう試合終わってるやろうがあるから、その間にやっぱり得点されてたんじゃなかったかな、その試合だから。本当な、試合終了のそのインターネットのその速報で、またそれがやたらと、本当はもっと前、その試合終わっていて、もうその1分後か2分後に速報を出せるのに、長い間速報を出さへんの。プロ野球界どういう人が組んでんのか何なのか。それが分かったら今度野球の方に宣伝してくるでしょ。問題ありすぎ。首都に問題がありすぎ。まあまあ、もう話これぐらいにしておきますね。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。